はい、皆さんこんにちは。日本時間6月6日に開催の WWDC23 ですけども、スケジュールもね発表されまして、まあ基調講演の時間なんかもね出ていますけども、まあ AR VR ヘッドセットなんかもまあ噂の中心ではありますけど、ただまあね、一般的にはね一番気になるのはユーザーが一番多い iOS だと思うんでね、今日はまあ iOS17 だと思われる新しい OS のまあどんな新機能があるのか噂がねたくさん出ているんで、そちらについてまとめてみたいと思います。はい、ということでね、iOS17 ですけども、WWDC が日本時間6月6日から開催ってことで、で、まあ、Apple はね、今の時点では公式には17というね、バージョンを明言していないんですけども、まあ、最新の iOS などのね、まあ、進化について紹介しますとしているんでね、まあ、これ今16ですからね、バージョン。まあ、次なんで、まあ、おそらく17として発表されるのではないかと思われます。まあ、当初はですね、それほど大きなアップデートではないと噂されてたんですけども、まあ、ここ2ヶ月でユーザーが欲しがっていた機能が搭載と噂が活発化してきています。まあ、Apple のね、各種 OS の中でも iOS はやはり生活に密着してるのかなと思います。まあ、これね、iPhone ユーザー一番多いですからね、ユーザーが生活に密着した使い方をするんで、まあ、毎年細かい新機能の一つ一つが生活に変化をもたらしたりしますからね。まあ、使ってみるとこれは便利っていうものも多いんで、まあ、時期ね、iOS17 も楽しみですね。まあ、なんでね、5月27日時点で噂されている内容をまとめていきたいと思います。で、まあ、今週の、まあ、新しい噂としては、5月24日、ブルームバーグによるものですね。まあ、なんでもですね、横向きのロック画面表示ができるようになるなんてことで、iPhone 14 Pro をスマートディスプレイに変える新しいディスプレイモードというんですけど、プロジェクトに近い人々に、まあ、取材をした話ではですね、まあ、この Google とか Amazon の専用ディスプレイと同じように、iPhone をロックして水平に置くと表示されるモードってことで、例えば机の上とかナイトテーブルの上に iPhone を置いた時により便利に使えるようにするのが狙いということで、まあ内容はカレンダーとか天気とか通知とか、まあ、そのあたりがスマートホームディスプレイのスタイルで使えるものだそうですね。まあ、おそらくこれ、まあ、iPhone 14 Pro 2機種の、まあ、この常時表示モードを使ってやるようなね機能だと思うんでね、まあ、それがまあ iPhone 15 Pro とかにもつながっていくんでしょうね。で、まあ最新の噂はそれですけども、ここからですね、これまで出てきた噂を、まあ、あくまでも噂ですけどね、まとめていきたいと思います。で、まずはね、コントロールセンターですね、今年 iOS17 で大きな変更を加える可能性があるとされていますね。まあ、これ UI がね変わったり、カスタマイズ性が上がったりするそうですけども、この2017年のバージョン11からね、大きな変化がないコントロールセンターということで、結構変わるんじゃないかという話になっています。あとはね、ここ1ヶ月で出てきたのがジャーナリングアプリというのですね、ウォールストリートジャーナル中心に、まあ取材をもとにね、まああるんじゃないかとしていますけども、まあ、何でも日常生活のログを使って、自分の活動や考えを追跡記録するようなものということで、まあ、すでにねサードパーティーである Day One 的なジャーナリングアプリであるということなんですけどね。で、位置情報の活用で他のユーザーとの距離なども要素として入れていくみたいですけどね。まあ、このメンタルヘルスに対する Apple の関心の高まりを強調しているとウォールストリートジャーナルでは報じていましたね。はい、そしてね、探すとウォレットの刷新なんていうのも噂されております。で、ウォレットアプリにはいくつかのユーザーインターフェースの微調整と機能強化が行われるなんてことで、で、このアナリスト9413という方が、まあ、コンセプトモックというのをね、出していましたけど、まあ、それによると、下部にはナビゲーションバーがあったり、検索ができるようになったりするみたいですね。これ確かにね、枚数増えてきて結構探すのめんどかったりしますからね。そしてダイナミックアイランドについてももっと多くのことができるように改善するんじゃないかと。で、スタンダードの iPhone 15 にも、ね、このダイナミックアイランドをね、搭載するという噂があるためですね、多くの機能をつけてくるんじゃないかと。
で、Siri がね、今までは別個になってましたけど、まあ、ダイナミックアイランドへの統合が可能性としてありますよ、なんてとこですよね。そして、アクティブウィジェットという噂もあります。よりダイナミックでインタラクティブにする機能をテスト中ってことでね、まあ、ウィジェット非常に便利ですけども、そこにワンタップボタンとかスライダーなどの埋め込みもできるようになるみたいですね。はい、そしてヘルスケアアプリについてもアップデートが見込まれているようですね。Apple は気分や感情の追跡機能のサポートを計画している。1日に関する質問に答え、時間の経過とともに結果を表示できるということなんですけど、これはね、もしかしたら前述のジャーナリングアプリと同じもののことを言っているのかもしれないんですけどね。まあ、他にはですね、ヘルスケアには視力の状態を管理するためのサポートを追加したり、あとはカードスタイルのユーザーインターフェースになるんじゃないかというね、話も出ています。その他ですね、これヘルスケアアプリを初めて iPad に搭載するという噂も出ていますね。これは結構ね、ユーザーが望んでいた機能ではないでしょうか。そしてロック画面の刷新、フォントサイズを変更するオプションなど追加ってことで、まあ、今まで割とね、あのフォントが限られていて不評という感じもありましたけどね、まあ、ロック画面のカスタマイズの選択肢が増えていくということでしょう。まあ、あとはですね、他の iPhone ユーザーとこの設定したものをですね、共有できるかもしれないってことで、まあ、Apple Watchなんかね、共有できますけども、文字盤が。まあ、そんな感じなんでしょうね。そして、あとは iPad に iPhone スタイルのロック画面のカスタマイズが、まあ、こう採用されるという話もあります。そして Apple マップ用に再設計されたライブアクティビティがロック画面でこの、まあ、表示できるかもしれないという話です。はい、そして Apple Music についてもカスタマイズがあるという噂があります。これ簡素化したユーザーインターフェースに加えて、あとは歌詞がですね、ロック画面で直接表示できるようになるという話。そして App Library のフォルダーが名前が変えられるようになったりとかですね。そして懐中電灯の調整が3つの明るさレベルだったものがですね、音量ボタンに似たこの、まあ、無段階の、まあ、スライダー調整になるんじゃないかと。そしてカープレイのアップデート、これはまあすでに予告されていたものがですね、この次世代のカープレイ車両が2023年の後半に登場予定というねことになっているので、まあ、iOS 17で搭載されるんじゃないかという話、まあ、ビジェットの追加とか複数のディスプレイをサポートするんじゃないかという噂があります。まあ、あとはですね、まあこの EU による法律というので、サイドローディングと代替アップストアのサポートというのがまあ追加されるんじゃないかという話。まあ、これ欧州はですね、法律で、まあ、そのあたり、まあ、独禁法の絡みとかでですね、まあ、新しい法律ができているんですけどね、アップストア以外でも、まあ、何かね、ダウンロードできるような仕組みをする必要があるってことで、まあ、それがですね、iOS の17から変更を行うんじゃないかという話ですよね。まあ、ただしね、これヨーロッパの法律ですからね、ヨーロッパの iPhone ユーザーにのみの可能性っていうのもブルームバーグなどが報じていましたけどね、まあ、何でも WWDC で発表されないほど軽視している可能性もあるということで、まあ、やはりね、アプリの販売による Apple の収益っていうのも結構大きいですからね、まあ、そのあたりはわざわざ損するようなことはしないんじゃないかという話にもなっていますよね。まあ、あとは複合現実ヘッドセットのサポート、まあ、こちらの発表がこの WWDC のまあ一番のメインという噂になっていますけどね、まあ、それもあってですね、まあ、このヘッドセットは単独で機能すると噂されてるけども、まあ、独自のアップストアを持ったりもするけど、ハンドオフなどヘッドセットとある程度の、まあ、iOS の統合の可能性が高いと、まあ、マックルーマーは書いていましたね。で、その他現段階ではね、 iOS17 とはしていないんですけども、Apple が公式にアクセシビリティの新機能が今年後半に登場するというのをね、発表していますね。まあ、こちらね、特集動画もやりましたけど、まあ、認知、視覚、聴覚、モビリティ、アクセシビリティのためのソフトウェア機能と、話さない人、話す能力を失うリスクがある人のための革新的なツールということでね、まあ、これらのアップデートはハードとソフトの進歩を活用してデバイス上の機械学習を含むという、まあ、全ての人のための製品を作るというアップルのまあ長年のねコミットメントの拡大であるというプレスリリースを出しています。
ざくっとね、内容としてはアシスティブアクセスという、まあ、認知障害のあるユーザーの方をサポートするためにですね、まあ、アプリをかなりね絞り込んで分かりやすいデザインに変えたものがね、まあ、設定できるようになるそうですね。そしてライブスピーチとパーソナルボイス、これはですね、言いたいことを入力して電話やフェイスタイムとか対面の会話中にそれを音声にする、まあ、テキストの音声化の機能ですね。まあ、これには自分の声を保存しておいて、まあ、言葉が失われるようなね、病になった方がですね、まあ、失われてからもですね、生成できるような機能もあるそうで、そして拡大鏡の検出モードのポイント&スピークというのは、視覚障害を持つユーザーが複数のテキストラベルを持つ物体と簡単に対話できるなんてことで、これプレビューではね、電子レンジの操作なんかについてチラ見せしていましたね。はい、そしてね、iOS 17の対応機種の噂ですね。こちら 9to5Mac によればですね、最初の噂は iOS 17が以下のデバイスのサポートを中止するというのが出ていたってことで、iPhone 8と10以前はね、ダメというね、ことだったんですけど、ただまあその後の噂では現状の iOS 16をサポートする全機種がiOS 17も使えるというね、噂も出ているということで、まあ、今2通りのね、噂が出ているんですね。そして、予想スケジュールですね。これも 9to5Mac によるものですが、発表後すぐに開発者にベータ版をリリースすると。まあ、これはもうね、WWDC で実際にセッションで使えますからね。まあそういうことなんでしょうけど、その後7月にパブリックベータ版、そして9月のどこか iPhone 15とともに正式版が出るんじゃないかということでしたね。ということで、まあ、いずれにせよね、答え合わせはもう10日後に迫っています。WWDC23 の基調講演は、現地時間6月5日午前10時、太平洋の夏時間ですからね。まあ、日本時間にすると6月6日の午前2時ということで、まあ、Apple の公式ホームページやですね、YouTube などで、まあ、動画の視聴ができるようになっているようなんでね、まあ、非常に楽しみですね。まあ、アップルのね、OS アップデートは、まあ、5年分ぐらいのね、まあ、機種で対応していて、しかもね、無料で配布されますからね、まあ、その最新の機能がですね、まあ、まあ、多くのユーザーが味わえるということでね、まあ、この WWDC での発表も、まあ、楽しみな限りでございます。それでは今日はこの辺にしたいと思います。この動画が役に立ったと思ってくださった方は、いいね。そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。